イギリスの電車形式一覧は、イギリスの鉄道において1948年以降に使用されたか、トップス対応の形式番号を与えられた電車の一覧である。サザン鉄道は直流電車にアルファベット3文字の形式名を付けており、これはイギリス国鉄に統合されてからも継続された。トップスが導入されると400番台の形式名が与えられている。 国有河川登場者マーク1系2系客車ベース地下鉄用車、現代500番台の形式は、南部地域以外の雑多な直流電車に割り当てられている。これには、ノースロンドン、マンチェスター、リバプールの第3、第4機上路線とマンチェスターの直流架空線電化路線が含まれる。なお、過去には、ニューカッスルにも直流電化路線が存在していたが、 トップス導入前に電化設備が撤去され、車両は南部地方に移管されている。以下のページを参照。初代の蓄電池式電車はトップス導入以前に製作、引退した一本限りの車両であった。2014年には379系交流電車からの改造によって新たな蓄電池式電車が製作されている。国鉄由来の路線以外でも ナショナルレールのネットワークの一部として運行される車両はトップス形式を持たなければならない。このことからロンドン地下鉄、タインアンドウィアメトロ、シェフィールドスーパートラム、トランスポートフォー、ウェールズレールサービストラムトレインの車両にもトップス形式が割り当てられている。ありがとうございます。